シビックのテスト3回目ぐらいかな、これ、なかなかハンドリング良くなってきましたね。基本的にはちょっとねバラバラだったハンドリングをですね今作り直したので、少しリアがねちゃんと出るようになってきました。タイム出るようなマシンになるんじゃないかなと思います。はい、皆さんおはようございます。今日はですね袖ヶ浦フォレストレースウェイの、はい、こっちも見てください、丸太のための練習会をですねやっております。2輪4輪ともですねたくさんいるんですが、今日はですねそんな中私も4輪のテストドライブがですね、かなり控えております。シビック、そしてインテグラ DC5、 そしてもう1台、お、これはですねお疲れさんです。お疲れ様です。これいつものマシンですか？これ、いや、いつものじゃなくて新しいおもちゃを仕入れてきました。出た。だっていつも86乗ってんのにまた同じもの。ちょっとこっちはもうちょっと乗りやすく、余計なお金をかけずに、ノーマルに近い状態で、ノーマルに近い状態で、はい、86らしく乗れる車をちょっと作ってみました。はい、はい、なんか丸太に良さそうじゃないですか。ちょうどいい感じに、はい、余計なお金かけてないからすごい低コストで走れる。本当ですか？はい、車高調ぐらいとブレーキとタイヤぐらいしかやってないんで、車高調とブレーキパッド、あ、ブレーキパッド、あ、じゃあ本当にノーマルの、はい、そのまま、はい、状態で来てるんだ。はい、あとタイヤサイズだけちょっと太くしたぐらいで、はい、走りは本当ノーマルの乗り味そのまんまなんで、なるほどね、いろんな人に乗ってもらっても乗りやすいねっていう、はい、はい、すごい86、初めて乗る人とかでも乗りやすいようないい感じに仕上がってるんで、ぜひ丸山さんにもちょっと乗ってもらいたいんですよね。はい、そのまま行きます。はい、大丈夫だった？はい、大丈夫です。はい、丸山さん、私も乗って。それではですね、トヨタ86、今回丸太に出るということで、ちょっとテストドライブしておきます。まだ本当に持ってきたばっかりだというので、本当にノーマルっぽい状態ができてるのかどうか試乗していますが、なぜか横に小鳥ちゃんが乗り込んできたという、撮影担当、撮影担当じゃなかったの？撮影もしましたよ。あ、撮影。小鳥ちゃん86乗ったことは？ちょっとサーキット仕様だったらリアが出る。あ、出たわ。出た出た。ちょっと逆に言うと出方が唐突だったな今。もうちょっと FR らしくゆっくり出てカウンターが当たればいいんだけど。アンダーが強い。もうちょっとリアがね先に出てもいいんだよな。まあノーマルアライメントだったら仕方がないかな。こういったところでリアがもう少し出てればいいんだけど。そして8コーナーカウンター当たるぐらいブレーキングでリアが出て、ちょっとリアが出たら出っ放しでちょっと修正できないとね、少し出方が唐突で修正打が入っちゃう。
まあいいでしょう。お疲れ様です。はい。はい、どうでしょう。ね、はい、まあ基本はスタンダードアライメントで、はい、やっぱりリアは結構粘るんですよね。なんか自分ではリアをもっと出したい出したいと思うんだけど、無理して出そうとするとちゃんと横は向くんだけど、意外とあの唐突な横の向き方するから、ドリフトアングルといっても意外とね、アクセル戻したり修正が入ったりしなきゃいけないんで、はい、できたらアライメントでもうちょっとリアが出るようにするか、最初から出てコントロールできるように。そうだね。そうした方がまあ俺的にはというか、タイム出すには走りやすいけど、まあ今は非常に安全な車に逆になってるんでね、はい、ただ逆にトラコン切ってるでしょ。切ってますね。だから結構横向いた。ある意味これトラコンを入れてればもう普通の人が乗って、ね、あの運転できるんで。何？いや、そんな言葉聞いたらさ、うん、まあ一応乗りやすい車には仕上げてあるからね。うん、何？いや、なんか今おすすめって聞こえてきましたんだけど。え、ど、何？乗りたい。ドライバーテストですか。ドライバーです。これでいいタイムが出たらちょっとマルタイも、この車ちょっと小鳥ちゃんのデビューも考えていきたいですね。これででもやらかしたらもうあれだよね、単なる監督だよね。本当ですね。その方が安全だよね。はい、はい、小鳥監督になるか小鳥ドライバーになるかを、うん、ちょっと、まあ、監督だろ。監督だ。はい、また落ちたね。何でも乗りたい乗りたいっつって。いやだって今なんかこう何、うん、初心者におすすめっていうなんかこう、うん、なんか耳がピクピクっとくるキーワードが。86は本当にあのすごいスタンダードの走りするんで、うん、FR とはいえ多分トラコン入れてれば今ちゃんとそれを教えてくれる車両にもなってるんでね、うん、走り方のすごい勉強にもなるかと思います。他車と接触するかどうかは、まあ、あの今まで随分勉強してもらったと思うんで、はい、あ、ちょっと、ま、もっと前、はい、お、すごい、クラッチしっかり奥まで踏めるし、なんかね、もう小鳥ちゃんのぴったりサイズがドライビングシートになってます。だからね、女性でもね、ハンドルの高さとかも上下も全部、うん、そう、女性には合わせられる車なんで、うん、はい、これで乗ってみていいタイムが出たらちょっと丸タイムね、考えていきたいと思います。ということは、はい、はい、もしかしたらドライバーとして袖ヶ浦もデビューできちゃうかもね。丸山さん乗っていい？まあ、じゃあちょっと行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、安全でまずは。じゃあちょっと行ってきます。やってみましょう。お願いします。 OK です。はい、じゃあ閉めます。ありがとうございます。はい、さあ行きます。初86、待って、すっごいドキドキ、怖い。シフトフィーリングがめっちゃ軽くていいですね。そしてこのオートブレッキングが効いてるので、シフトチェンジはかなり滑らかです。チェンジとかもね、分かれば。ああ、はい、楽しい。楽しい。もう好き嫌い激しいな。なんでいつ嫌いって言いましたっけ。小鳥ちゃん的に新しい車の方がバイクも車も、そうですね、本当に電子制御がついてるので、バイクで新しい電子制御付きのバイクに乗ってサーキット走った感覚にすごく近いですね。同じように走ってても、こう、なんだろう、車がちょっとね、頭を動かしてやってくれるので、こう自分の走りに集中できるところが楽しいなと思います。怖く感じれずに走りに集中できる、うん、ただお、もっといけんじゃねってなっちゃうところをちょっとこうなりすぎないようにね、行きすぎないようにこう抑えながら。いや、よく走れたんじゃないかと思います。走りました。贅沢だよね。贅沢ですよ。乗りたい乗りたいって言ったら乗れるんだ86って。それはそんな甘くない。はい、お疲れさんでした。ありがとうございました。なんかまんまと86、小鳥ちゃんまで乗りましたね。乗りましたね。
基本はね、丸太に出る仕様の86を、まあ、今作ろうという形でね、はい、テストアンドセッティングをやろうという形だったんですが、なぜか割って入ってくる小鳥ちゃん、シュー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 走ったんじゃないの今日本当だよね、走ったんじゃないの。まあノーマル車両ですからね、はい、ノーマルって言ったってでもいい装備っていうかね、あの走行会を走るところはね、よくできるし、全然もう、なんだろうな、初心者にこってこてに作られたマシンよりこれぐらい乗りやすい、なんかノーマルの方がね、いいと思います。すごく乗りやすい。丸太はね、あの本当にこういうノーマルの86とかで出るドライバーをね、すごい募集してるので、まあ、今回ね、この86含めて、スパルナチームはロードスター、今回はね、キョンちゃんチームで何台かまた集めて やるんだけど、小鳥ちゃんは何、86乗りたいの？乗りたい！乗りたいの？乗りたい！だって今日乗って、そのままお預けは…いやいやいや、乗った。いい線いけるんじゃないでしょうか。なんて贅沢なんでしょう。いやもうね、もうあれ乗りたいこれ乗りたいって、今日ほらシビックも DC5 もロードスターもあるのに、急に 86B車これ乗りたいこれ乗りたいこれ乗りたい。なもう、でもね、ちゃんとそれでね、ぶつけないで綺麗に走って、それが大事だし、まだぶつけても転んでもいないからサーキットでね、行動もそうだけど。はい、ということでね、まあ、丸太は本当に初心者でも出られるっていうレースをもちろん目指してるんでね、はい、小鳥ちゃんのトヨタ86ドライバーテスト、はい、合格！無理やりだな、無理やりだな。まあ、この後はね、小鳥チーム、キョンちゃんチーム、スパルナチームでみんなでドライバー、そしてピットクルーの募集をね、かけていきますんで、本当にあのたくさんの、方がね、初めての方でも我々がね、みんなで面倒見ていくっていうね、はい、形でやっていきますんで、ぜひあのたくさんの方エントリーお願いします。募集してます、募集してます。小鳥ピットクルーも募集してますよ。あの小鳥ちゃんの大泣きをですね、支えてくれるファンの皆様募集しております。最後あの嬉し涙を流させてくれるチーム員待ってます。シャツもね、シャツも、そう、次のね、あのチーム T はこの羽ばたき、羽ばたきなので、あのこのチーム T 行きたい人は小鳥チームに、3チーム4チームぐらいは集めたいなと思ってるんで、ドライバーさんだけでも5、6人は欲しいなと思ってます。ピットクルーは80人いてもいいよね。ということでみんなで羽ばたき T シャツ着ましょう。はい、丸太は10月の25日四輪です。はい、はい、そちらの方でお待ちしております。待ちしております。エントリーは詳細欄見てください、はい、それでは皆さん、今日のところはこの辺で、さよなら。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。